はい、それでは名なという文字、この文字の書き方ポイントをやっていきたいと思います。この文字実際に書いてみると結構全体的に詰まった印象、なんか窮屈な印象というのがつきやすい文字なんじゃないかなと思うんです。なのでこの文字ポイントになってくるのは、できるだけこの文字を詰まらせないように窮屈に見せないということがポイントになってきます。でこの窮屈に見せてしまうポイント、原因というのが実際に出てくるので、このポイントを改善、避けておくことによってこの文字非常にスラッとしたかっこいい文字が生まれてきます。ということでこの文字、それぞれですね、詰まらせポイントというのをちょっと紹介していきたいと思うので、ここをできるだけですね避けて書いてあげるといいかなと思います。ということでまず一つ目のポイントになってくるのは、まず最初二画目のスタート位置になります。このスタート位置がこの一画目の左払いの中心ぐらいかちょっと下がってるぐらい、まあ、ここぐらいからスタートしておくと詰まりポイントが改善されてきます。しかも2つのポイントが改善されます。まず1つ目、書いていくときに左払いを書いてちょっとスタート位置高いところに行っちゃったってなると、まず1つ、この頭の飛び出しが短いことによってちょっと詰まった印象になってしまいます。そしてさらにこの文字、点を書いていくときに、この左払いですね、下までこういうふうに、飛び出ていくことになるので、この中身の空間がちょっと狭くなってしまったり、全体的に、暗く見えてしまって詰まった印象がついてしまいます。なのでフォント体、活字体なんかだと、この横線の位置というのはちょっと高い位置にあるので、下の部分の左払い、ここですね、結構中まで入ってきてしまって、なんとなくこう詰まった印象というのが出てきてしまいます。なのでここの位置をちょっと下げることによって、頭の飛び出しが出て、ちょっとここでですね、全体的にかっこよくも見えるし、さらに詰まった印象というのも少し取り除かれます。さらに下の空間が、こうやって開くことにもなるので、ここのスタート位置、2画目の位置を中心ぐらい、1画目の左払いの、中心ぐらいかちょっと下がってるぐらいでも全然 OK です。こうするとですね、2つの、詰まりポイントが改善されていきます。そして次2つ目のポイントとして、これですね、書いていくときに2画目右側の左払いです。1画目書いた後、右側の左払いがちょっと短くなっちゃう、なんとなくこう1画目の払いと同じぐらい、まあ、若干長かったとしてもなんとなく近寄った長さになってしまうなっていうことがあるんです。なのでそうすると全体的にこう、窮屈感、全体的にこうぐっとこう中に詰まった印象が出てきてしまうので、2画目の払いの長さをちょっと長くしておくこと、この長さを長く取っておくとスラッとこう見えてくるので、全体的に詰まった印象というのが、取り除かれていきます。なのでちょっとだけですね、左払いの長さを長めに書いておくといいかなと思います。もう1画目の、スタート位置、1画目からですね、中心の、ちょっと下ぐらい、あるいは中心ぐらいからスタートを2画目かけておくだけで、左払いの長さちょっと長く書くだけでかなり長く見えてきます。1画目の飛び出し方がちょっと短いため、ここからですね、先の長さがすごく長く感じるので、やたらめったらによいしょというふうにですね、長く書きすぎなくても十分長く感じてくるんじゃないかなと思います。なのでまずですね、ここまで2つのポイント、カタカナのタの部分ですね、ここを長く、それぞれ見せてあげる。1画目の頭の飛び出しをちょっと長く見せてあげて、こっち側2画目の左払いの長さをちょっと長くしておく。そうすると非常にかっこよくなっていきます。で次最後ですね、3画目になってきた時の点としてはちょっと高い位置に、書いておくといいかなと思います。これで足長感がですね、より生まれてくるかなと思います。そしてこれ最後の口、ここがですね、最後どれだけ他の部分でうまくいっていたとしても、なんか詰まっちゃったなって、ここでも出てしまう大きな要素ポイントになってしまうので、ちょっとここ見ていきたいと思うんですが、まずこれ良くない例から見ていきたいと思うんですが、1画目書いて2画目どうしてもこれが上からいってしまう。そして長さもこれもまた短いで、点を書いていく。そして最後口書いていった時に、左払いの長さもあるせいか、この口の位置がちょっと高い位置にあるなっていうこと、結構起きやすいんじゃないかなと思うんです。でここの点の終わり、ちょうど交差する位置と口の、縦線1画目ですね、ここが、近寄ってしまうということが結構多いので、少しこの位置をですね、口の位置を少し下げておくこと、スタート位置をですね、点よりも下げて結構、上げると、全体的に縦に伸ばされていくので、こうギュッとですね、密集した印象が取れていきます。そうすると、この文字のですね、口の位置が下がることによって、左払いの終わり、そして口の縦線の終わり、このラインが口の方がちょっと低いところにあるかなっていう風になると、いいかなと思います。なので左払いが、これですね、2つ目のポイントとして、ここちょっと長く書くよということ
ことだったんですが、これを長く書きすぎてしまうとですね、ぐーっと長く書きすぎてしまった。でそうすると口の位置が必然的にですね、どうしても上がってしまいやすい。スタート位置を上げていたと、下に下げてですねいたとしても、左払いが長いから最終的にこの口の方が高く上がってしまう。なんとなくそうすると詰まった印象というのが、どうしてもこの左払い、うまく書いて長さをつけていても、この感じ方が起きてしまったりするので、長くなりすぎないことだけ、気をつけておくといいんじゃないかなと思います。なのでこの、スタート位置、2画目の位置がですね、最初の位置がかなり重要になります。ここを下げるだけで左払いの長さって感じてくるので、そんなに長く書かないかなと思います。で最後この口書いていくときには、縦線がですねこう書かれていて、ここ飛び出しが下が飛び出ていきます。フォント体左側の縦線飛び出ている、ここは OK なんですが、フォント体の場合は右側の飛び出しも、ここ下が飛び出ているんですが、右側は横飛び出しになるので口の作り方としては要注意になります。フォント体と手書き体ではこのように飛び出し方が、場所が変わってきますので、ここは要注意です。そうすると最終の横線というのは、まあ、大体この左払いとこう同じぐらいになってたりするんですが、最終の位置取りとしてはちょっと高さ的に言うと口の方が低いかなっていうふうに見えていた方が、まあ、全体的に、スラッとした印象がちょうどよく収まってくるかなと思います。なのでここまでですね、3つのポイント、しっかりと押さえておくと非常に良くなってくるんですが、最後ですね、ここだけちょっと要注意なんですが、この他そして口、2つの作り方でバランスよく安定性を持たせていきたいので、なかなかこれですね、バランスよく見えない、なんか安定しないなっていうこと結構起きやすいんです。なので最後の口の、形取りを若干横長に気持ちつけておくと、最後安定していきます。最後ここの口がですね、基本的に口の作り方としては、正方形ぐらいを少し意識して、書いておくと、いろんな文字でいいかなと思うんですが、ちょっとこれだと、ただ長い感じにしか見えなかったりするので、本当にちょびっとです。極端じゃなくていいので、ちょっと横線を若干だけ伸ばしてあげるだけでも結構印象変わってくるんじゃないかなと思うんです。なので若干横長の、雰囲気で口を書いてあげると、少しここで横幅が、取れてくるので、しっかりとした安定性が生まれてくるかなと思います。なのでこの文字ですね、まずは3ポイント、1つ目のポイントとしては、横線、2画目の位置を左払いの中心がちょい下がってるぐらいからスタートし、2画目の左払いの長さをちょっと長く書くこと、そして最後口の位置を若干下げて書いておくと、非常にですね、詰まった印象というのが取り除かれて、スラッとしたかっこよさがかなり生まれてくるんじゃないかなと思います。最後この口のですね、形も要注意して書いておくと、より良くなってくるかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。